こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴ありがとうございます。ちょうど先日のブログで、この秋の夜長に今までずっとやりたいなと思っていたけれどもなかなかできなかったことを始められるのにも最適な時間ですよという書いたんですが、受講生さんは毎日10分間レッスンの復習をされる嬉しいコメントをいただきました。私の場合は本当に好きなことで、今ショパンコンクールの真っ最中なんですね。今までは YouTube でほぼほぼ全ての演奏を聞くっていうことはなかったんですが、もうできる限り時間を見つけて拝聴しています。日本からもたくさんの方が参加されて検討されて、本当に素晴らしい演奏を聞かせていただいていて、で楽しくてしょうがないんですけれども、コンクールなので点数をつけなくてはいけないと思うんですけれども、正直なところ私のような素人ではお一人お一人違った、心のこもった演奏をされていて本当に素晴らしいなと思って楽しませていただいています。目を閉じたり音色に合わせて、美しい植物だったり自然の映像などを思い浮かべて楽しんでいるんですけれども、よく色合いも出てくるんですが、このショパンコンクールでああこれ綺麗だなっていう時に出てくる色合いがこのマゼンタカラーなんですね。ちょうど、昨日鎌倉で、このマゼンタカラーのカーネーションを見つけてすぐに行けて、ショパンコンクールを楽しんで聴いているんですけれども、マゼンタカラーというのを、調べてみますと、なんか面白いことに気づきました。インドのアーユルヴェーダの考え方で、ヨガでもよく伝えられるんですけれども、チャクラというのがあるんですね。もう10年ぐらい前はチャクラっていう言葉も怪しげで、ブログだったりも書くことがはばかれたんですけれども、最近はもうあらゆるところにチャクラという言葉が出てきているので、ちょっとお話ししてみようと思います。チャクラは説によっては多少の違いがあるんですけれども、尾低骨から頭頂部まで7つの色で決まっていて、尾低骨が赤で、丹田のあたり、おへそからちょっと下の丹田のあたりがオレンジで、溝落ちの太陽神経層が黄色で、ハートのあたりが緑や、ローズピンクですね。で、喉が青で、額が藍色で、頭頂部が紫になっています。このマゼンタピンクはこの頭頂部から15センチぐらい離れたところの色だそうなんですね。で、このマゼンタカラーっていうのは、絵の具で混ぜる場合はこの紫にこのユリやこのバラのような赤を混ぜるとこの色に近づくんですけれども、ゲーテの色彩論では見えざる色とされています。頭頂のさらに上の色なので、全てを包括する神聖な愛の色だそうなんですね。ピンクの、お母さんの愛だったり無償の愛、ピンクの愛とはまた違ったマゼンタカラーは神聖な愛で、このお花を見て素敵だな、四季の移り変わり素敵だなと思ったりする色だそうなんです。ちょうど私がショパンコンクールで感じている心地よさとマゼンタピンクの愛が、ちょうど重なったので、本当に不思議なんですけれども、素晴らしい色だなということで今日お話ししています。マゼンタカラーが気になる時っていうのは、もう些細なことでも小さなことでも感謝をする気持ちになれる色でもあるなと思っています。ショパンコンクールはに陰ながら応援していますが、素晴らしい演奏本当に、ありがとうございます。まだ、聞かれてないよという方は YouTube で調べるとすぐに出てきますので、聞いてみられてはいかがでしょうか。芸術の秋とも言われるように、しばらく弾いていなかったピアノも弾きたくなりました。そして秋はバラの花も春とはまた違ってじっくりと咲くので、香りも色合いも深くなります。音楽と合わせてめでてみるというのも素敵な時間になるかと思いますので、ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。今日はマゼンタピンクのカーネーションとともにお届けいたしました。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝くヒントを植物のピュアなエネルギーとともにお届けいたします。面白かったという方はチャンネル登録をお願いいたします。今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。